阪神重生オーダー強くなってきました。ご視聴ありがとうございます。のりです。よろしくお願いします。プロスピ始めて7ヶ月になりました。先月と比べますとチームスピリッツがだいぶ上がりました。今回はリーグオーダーの紹介をしたいと思います。このチャンネルは阪神純正で覇を無課金で目指しております。リーグオーダーの成長を動画にしておりますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。プレイドも大募集してます。ぜひコメントください。いきましょう。はい、オーダー紹介の前に選手をねちょっと強化だけさせてください。福留選手、島本選手、そしてね、スアレス選手を限界突破1回ずつできるので、ちょっとやらせてください。はい、まずね、福留選手からです。90%。特訓コーチも使いましょうか。もったいないかもしれんけど。はい。スキップします。OK、限界突破3回。素晴らしい。はい、お次は島本選手です。これで限界突破5回かな?すごい。あとは特訓できたら極みにできる。はい、じゃあ行きます。よいしょ。スキップ。 OKOK、 素晴らしい。いいですね。次はスアレス選手です。はい、では行きます。特訓と限界突破1回。よし、スキップしましょう。ナイス。はい、スアレス選手なんですけども、限界突破4回までしかできなくて、極みにね、することはできないんですけども、この間のカープとの練習試合見たときに、すごいまっすぐ投げてたので、はい、今後 S ランクでね、出るとね、期待して、スアレス選手、使いたいなと思います。では、オーダーの方、紹介させていただきます。お願いします。今日が6月6日の土曜日なんですけども、まず先月のチームスピーツが約6万3000。現在のチームスピッツが 68,346 で、最大コンボが 8,123 ってことで、1ヶ月で 5,000 もね、チームスピッツを上げることができました。で、能力チャートはこんな感じで、まずは野手から見ていきたいと思います。はい、保守から梅ちゃんですね。今シーズンの梅ちゃんの A ランクを使っています。まだね、レベルは60になってないんですけども、そして木浪選手、ミキサーで来てくれたんですけども、レベル70にすることができました。ただね、この、補給28ってのが気になります。そしてセカンドは大和選手。これ、こちらもレベル60になってないんですけども、大和選手使ってまして、はい。いや、すごい守備力ですよね。まあ、糸原さんもいるんですけども、コンボの方がね、大和さんの方がいいので、はい、大和さん使っています。はい、そして福留選手ですね。限界突破先ほど3回することができました。まあね、レベルは上がってないんですけども、福留選手。そんな感じですかね。あとはね、今、サンズ選手を育成中なので、覚醒させたら DH で使いたいです。サンズ選手はね、あとランダムボックスか自チーム A ランク契約書をね、出てくれることを願っております。あとは、保守、セカンド、センターを早く S ランクにしたいというところで、ライトはもう少しでね、エキサイティングが来るので、糸井さんを獲得したいなと思っております。はい、お次は投手です。投手がかなり変化しました。編集で画像を入れてると思いますが、S ランクね、少なかったんですけども、現在はほぼ S ランクの選手となっております。はい、ではね、先発の方から見ていきましょう。まず、能見さん。レベルはまだ上がってませんけども、限界突破4回できております。そして今、A ランクのね、能見さん、育成中なので、極みにすることができます。はい、そして青柳さんね、ミキサーで来てくれたんですけども、レベル70になって、限界突破3回することができました。そして西純也投手。でね、西選手。こちらもまだね、レベル68なんですけども、限界突破2回できております。契約書にね、来てくれて、ほんとね、ラッキーでした。はい。で、A ランクの高橋さん使ってるんですけども、中継ぎ、島本選手。こちらも限界突破、はい、5回することができまして、はい、特訓がね、終われば極みすることができます。そしてスアレス選手ですね。はい。そして岩佐選手、森谷選手。そしてこちらもミキサーで来てくれた藤川球児投手。こちらも限界突破1回終わっておりまして、A ランクの藤川投手を今育成中ってことです。はい。で、ガンケル選手もいます。はい。投手の方は、あとはね、S ランク、高橋選手をね、S ランクに変えたりとか、ベンチのガンケルさんを S ランクに変えれたら、またね、チームスピーチ上がるんじゃないでしょうか。そしてね、中継ぎの森谷選手も前回のものなので、まあ、今シーズンの岩崎選手とかエドワーズ選手に変えれたら、またね、大きくチーム上がると思います。まあ本音といえば森谷選手好きな選手なので、今シーズン S ランク出てくれたら嬉しいです。
はい、今の目標はチームスピリッツを7万にすることです。梅ちゃん、糸原選手、近本選手のね S ランクをまずはゲットしたいとこです。はい、最後にリーグの方を見ていきましょう。前回までね阪神純正オーダーにしてからリーグランク4とリーグランク5を行ったり来たりって感じだったんですけども、今週はリーグランク6で戦っております。ただねちょっとねリーグランク6では苦戦してると言いますか、負け越してるんですけども、確実にねチームは強くなってるんじゃないかなと思います。目標は覇王なんですけども、まだまだね時間はかかりそうです。はい、以上リーグの方の紹介でした。ありがとうございました。はい、ではね最後に自チーム確定ミキサーの方をやりたいと思います。島本選手と青柳選手がいるんで圧縮したいと思います。欲しい選手は梅野選手、糸原選手、近本選手、あとはね大山選手も欲しいですね。守備 A にしてリアタイで使いたい。はい、では行きたいと思います。緊張。さあではね幸先の6月になるか。ミキサー行きます。いいよ、持ってない選手頼む。特に梅ちゃん、糸原選手、近本選手欲しい。ドキドキすんねんなミキサー、お願い。うわはい、ってこれね4回目の福留さんとなりました。ありがとうございました。はあ、まあ残念、でもしゃあないですね。はい、またね S ランクの選手たまったらミキサーしたいなと思います。今回はこんな感じで終わりたいと思います。またね1ヶ月経って来月どうなってるのか楽しみにしながらプロスピ楽しんでやっていきたいと思います。今月はねいろいろ楽しみなことも多いので、エキサイティングとか、あとはね TS 第3弾もあると思いますので、はい、皆さんでね盛り上がってやっていけたらなと思います。このチャンネルは阪神純正で歯を無課金で目指しております。リーグオーダーの成長を動画にしておりますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。フレンドも大募集してます。ぜひコメントください。お疲れ様です。ありがとうございました。バイバイ。はい、ではね最後におまけになるのかわかんないですけども、リアタイの方の成績の方を紹介させてもらいます。はい、ちょっとね頑張ってまして、打率が3割いってます。3割3厘かな。はい、目標にしていた3割以上打ってます。そしてね最近ちょっとね負けてて、まあ今ね5連勝はしてますけども、勝率がちょっと下がってます。一時はね6割ぐらいあって、打率も3割8分かなぐらいあったんですけども、ちょっとね目を疲れてて、もう疲れながらやったらね全くボール見えなくなって、はい、そこでもうかなり連敗しちゃったんですけども、今ねもうちょっと目を大事にしながら、はい、やってます。そしてどうやって見るんやったかな、最近の成績っていうか、クロート7位やったかな。はい、クロート7位まで来ることができました。もっとね達人とかまでなりたいですけれども、まあねちょっとここまで来るともう対戦相手の方がね強かったりとかするので、本当にねもう日々もうドキドキしながら、はい、戦ってます。でもね本当リアタイ楽しくて、はい、もう毎日ねできるだけやれるようにはしてるんですけども、はい、もうちょい上手くなったら生放送とか、あとはね視聴者さんとね対戦とかさせてもらいたいなと思っております。以上です。ありがとうございました。